いてなさそう。気づいてもない。あ、みんな食べてくれた。かわいい。もう夏からだし、夏ついてます。もうちょっと帰らなきゃな。HKT48の福岡撮影中。今日は地域猫活動についてリポートしたいと思います。はい、地域猫活動って何ですか？私も全くわからないので、はい、今日たくさん勉強したいと思うんですけど、はい、猫とかって猫カフェとか行く？私猫カフェとかはあんま行ったことないんですけど、うん、あのおばあちゃん家に実は猫がいるので、うん、そうなんだ。でもあんまり最近会ってないかな。なんか私も猫あんまり周りに飼ってる人もいなくて、そうそう、私自身もペット飼ってないので、うんうん、すごく今日はなんだろう、いろんなことを学べると思うので、ね、楽しみです。一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。福岡撮影中。はい、生活衛生課の土井さんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。早速ですが、地域猫活動って何ですか？はい、まず地域猫活動についてご説明する前になんですけれど、はい、福岡県では野良猫、いわゆる飼い主のいない猫に関する、相談や苦情が保健所に年間1000件以上寄せられております。主に庭や玄関などでの、糞尿被害ですとか鳴き声などの相談なんですけれども、そもそも法律に違反して猫を捨てていくような人たちですとか、猫がかわいそうだなと思う人たちが、不適切な餌やりをしてしまうことで猫たちがどんどん子供を産んでしまって野良猫がどんどん増えてしまうというのが、原因にもなっております。結構難しいですね。なんかこう野良猫を見つけちゃったら勝手に餌やっちゃったりする方もいると思うんですけど、まあ、猫を助けたいなと思う人たちもいるんですけれど、その一方で猫に困っているという人たちもいるんで、お互いに歩み寄ってですね、協力していくことで人と動物の共生社会というものを目指していく、そのための取り組みが、地域猫活動というものになっております。地域の皆さんで合意をして、住民の皆さんで、猫たちの餌やりや、トイレの適正な管理などを、協力して行っていくことで、猫が、地域の皆さんにご迷惑をおかけすることを減らして、猫たちの一代限りの生を全うさせるというための取り組みとなっております。この地域猫活動については、住民の皆さんに回覧板などで、状況をお知らせしたりですとか、猫たちの新しい飼い主を探してあげるといった取り組みをしてあげることも大事になってきます。福岡県では、地域猫活動や猫のことに詳しい方たちを地域猫サポーターとして登録して、皆さんの猫たちのお世話や、活動などをサポートしてあげるという取り組みを行っております。実際にどのような活動をしているのか見てみたいんですけど、うん、今日は地域猫サポーターの方に実際にお越しいただいて、お二人に地域猫活動の実際の様子をご覧いただきたいと思っております。お、ぜひ教えてください。はい、お願いします。お願いします。お願いします。福岡撮影中。はい、地域猫サポーターの安子内さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日今これからどちらへ行かれてるんですか？はい、海町の地域猫活動の場所にご案内したいと思うんですけど、はい、猫ちゃんがいっぱい、もういっぱいだ、はい、かわいい。こちらが餌場になります。ここ餌いっぱいいる。中へ行きましょう。すごい。まあ、これはあの個人のお宅になるんですけど、もう 4,5 年前からこの場所を使わせていただいてて、はい、あげてみることできますか？はい、こちらにどうぞ。はい、うん、じゃあこんな感じで、はい、こんな感じでカップ1個ずつをどうぞ。もう待ちきれないので、猫のそばにそっと置いてみます。はい、そこのボスに。ご飯だよボス。おかわり、おかわり自由なので。いいよ、食べて、食べていいよ。あ、みんな食べてくれた。かわいい。だいたい今耳カットしてますよね。本当だ。左耳が女の子、左耳が女の子、右耳が男の子。知らなかった。だからこの子たちは手術済みっていうことの証拠になるので。なるほど。じわっと。すごい。ご飯食べてるから気づいてなさそう。気づいてもない美味しいね。今から寒くなるので、うん、脂肪をつけるために普段よりもっと食べるんですよ。そうなんですね。はい、だから普段よりも量は多めに。へー、うん、まだ食べたい？食べたそう。まだ食べたそう。ちょっと赤にしてもいいって言ってましたよ。ご飯だよ。あら、よかったね。よかったね、おかわりもらえて。お気に入りはするとアナグマ、アライグマ、ハクビシン、いろんなものが来るんですよ。もちろんイノシシ来るんで
ですか、うん、それが猫の餌を取りに来るんですね、うん、なので食べたら引くが危険則だから皆さん待ってるんですよ食べる間あーそうだはい福岡撮影中猫クイズを出します。はい、猫はだいたい1回にだいたいどれぐらい何匹ぐらい生まれると思われますか？1回2匹とか3匹2、3匹5匹ぐらい産みます。だいたい5匹でもその中で外で生まれる子っていうのはやっぱりカラスにやられたりとか育てられないとかそういうので。全部が全部生きていくっていうのはかなり厳しいですけど、だいたい平均 4,5 匹 4,5 匹が1年に3回ぐらい産むと1匹から、まあ、10匹から15匹の猫が増えるっていうことになるすごっ、うん、だからまあ不幸な命を増やさないためにも地域猫活動っていうのがある、うん、じゃあトイレ、まあ、こういうふうに地域猫でもトイレを設置するんですけど、はい、トイレの数っていうのは何個、まあ、例えば10匹の猫に対して10個そうですね、まあ、あのその数とプラス1っていうのが言われてますけど、いや結構多いですよね結構といって猫がこれは俺のだって一人一人が分かってるわけではないのでだからとにかくまめにトイレの掃除とあと水を入れ替えとか餌の管理とかそういったのを必ずきちんとお当番を決めて活動していただいてます最後の問題です、こういう外で生活してる猫ちゃんなんですけどだいたい平均的な寿命飼い猫さんだとちなみに飼い猫さんは今ですね結構20年以上生きる子が多いですそうですもう管理されるの で今風土もすごく良くなってるのでに比べてこの外で生活する子たちの大体の寿命を何歳だろう、まあ、一般的に言われる平均的に私は11年、はい、と思います私は7年外で生活する子たちは風邪をひいたり風邪をこじらしたり、まあまあ、エイズ白血病とか感染する率も高いでワクチンとかを打ってるわけでもないのでだいたい3年から4年って言われてますそうなんですかでも早い子はもう生まれてすぐ生まれ落ちた時点で亡くなる子もたくさんいますしだから一代限りの命って言っても短い命外猫ちゃんはそういうのも含めて不幸な命を増やさないっていうことですよね外はなんか自由で幸せそうでいいなとかよく言われますけど過酷ですということで猫クイズ、うんまあ、どっちも外れだったんですけど、はいまあ、一番近かったのは近かったですね、あれかな、はい、また後で楽しみにしてますわかりました福岡撮影中いつからこういった活動をされてるんですかここは前自治会長のお宅で、うんもう始められたのがもう 4,5 年前になりますね、4,5 年前で亡くなられて面倒見る方がいなくなってすごく猫が繁殖しちゃったんですねそれで、じゃあ私たちが後を引き継ごうっていうことで活動を始めましたね何人くらいで活動してるんですか今は6人ですね6人で、その餌やりとかも含めて餌やり係と捕獲器置く係 と見守り係と搬送係と結構6人って大変じゃないですかそうですねでもまあ皆さんがね本当にボランティアでやってくれるので本当に助かってますなんか変化とかありましたか活動を始めてだいぶ減ってきたの で、はいでまあ、痩せ細った猫たちがだんだ ん太ってきたのでよかったなっていう感じですねこれから地域猫活動したいっていう方はどうしたらいいですかね、はいまずお仲間を作る一人でまず始めないということですよね、うん、こういうトイレの管理とか餌の管理とか健康管理とか多ければ多いほどすごくスムーズにやっぱりこれは365日行うことなのでいろんな方と、連携取りながらやっていただくのが一番いいと思います地域猫サポーターっていうのがあちこちにおられるので、うん、そういう方に相談してぜひとも地域猫活動していただければと思いますありがとうございますよろしくお願いします今日はありがとうございますありがとうございますこちらこそすごい夏からもう夏いてますもうちょっと帰らなきゃなのに、もう帰るのよ福岡撮影中
自宅の敷地内に猫が侵入して困っている方へいろいろな対処法があるので紹介していきます。猫によって効果が薄い場合もあるので根気強くいろいろ試していきましょう。物で塞ぐ方法としては柵やトゲ付きマットなどの障害物や超音波発生装置などの設置があります。他には匂いで防いだり野良猫が住み着かないように隠れられるものや場所を片付けたりする方法もあります。他にも様々な方法があるので対処法が記載されている地域猫活動ガイドラインをご覧ください。また猫に餌を与えている方はかわいそうだからとあげるのやめましょう。餌の片付けやトイレの設置など近隣の方とのトラブルにならないようにしましょう。撮影中。今日一日で地域猫活動についていろいろ知れたと思うけどどうだった有野ちゃん？地域の方がすごくたくさん協力してくれて強い覚悟を持ってるんだなって思いました。確かにね、いろんな方がこう支えてくれて保護しててその猫たちだけじゃなくて周りの方の住んでる方とかのその地域を守ってるって思うとすごい活動だなって思ったし、こういう活動がもっともっと広まっていったらいいなって思いました、はい、地域猫の活動はこちらのホームページにぜひ検索してみてください、はい、お願いします。お願いします。豪華撮影中。じゃあ最後に罰ゲームで締めていただいて。わかりました。どうぞ。はい。地域猫のことよろしくだにゃん。自分で笑わないで。頑張りました、はい、本当に。チャンネル登録も登録もよろしくにゃん。よろしくお願いします。バイバイ。